続いては焼きたてのホタテやカキ。家族で食べたいグルメ特選。浜松市西区舞坂町にある舞坂マルマ幸福丸。カキの卸やうなぎの加工を行う老舗の水産加工会社直営のカキ小屋です。幸福丸というのはね、うちの兄が今現役でまだ漁している船の名前を借りまして店の名前にしたわけです。カキは浜名湖を中心に年間通して全国から仕入れています。浜名湖の舞坂のカキは蒸して食べますからね。で、裏の方で蒸して、それでお客様が焼いたり、それからそのまま食べる方もいるんですが、大粒のカキの殻を外せば中にはプルプルの身が。皆さんね、カキをほらこの店のところで焼いたり、それから自分たちでいろいろこう工夫して食べられるってことがなんか楽しみみたいですね。浜名湖さんは身がしっかりして味が濃厚です。浜名湖が一番人気ありますね、ただ岩手のカキはね、身がもっと浜名湖よりも大きいですしね、生で食べたいっていう方はやっぱり岩手を選んで食べてますね。カキは特にそうなんでしょうけど、もう本当に鮮度がやっぱり一番大切なような気がしますね。カキ好きにはカキご飯もおすすめ。旨味をたっぷり吸い込んだ風味豊かな炊き込みご飯。そしてホタテも人気です。焼くと要するに殻がこう開くわけですね。醤油をその中へこうかけて、で食べるとほら香ばしい匂いもしますしね。追加でバターを入れるのがおすすめ。バター醤油の甘じょっぱさがホタテの味を引き立てます。美味しそうに焼けているのは三日日ポークのフランク。子供さんたちはやっぱりそういうのを喜んで食べておりますね。そしてこちらは地元舞坂産のシラスをたっぷりのせた釜揚げシラスご飯です。釜揚げ自体があまりこう塩を効かせてないからね、結構甘みがあって美味しいですね、生姜醤油でさっぱりいただけますよ。うなぎの加工をやっているのでリーズナブルに提供するうなぎご飯もタレが効いて絶品です。丼物や牡蠣はテイクアウトもできますよ。浜名湖や海の幸がレジャー感覚で味わえる舞坂マルマ幸福丸です。